はい、始まりました。ビリヤード系 YouTuber のりくです。こんにちは。今回は新シリーズとしてビリヤード裏技シリーズをやっていきたいと思ってます。この動画を最後まで見ていただくと、ビリヤード歴の長い人がさりげなく使っている裏技を一つ覚えられます。こういった裏技は難しく考えがちなんですけど、やってみると意外と成功率が高くて、使える技っていうのが多くて、その使える技が多いほど玉の取り方の幅がね、広がっていくと思います。早速配置図はこちらになります。8番と手玉はコーナーポケットにまっすぐで、穴幅は 1.9 個で渋めの台になってます。9番はクッションタッチでもちょっと浮いててもどっちでもいいです。では考えることも重要だと思うので、シンキングタイムスタート。この配置は私がまだ B 級になりたての頃に、知り合いの A 級との相づき中にこの配置になって、まあこれは回ってくるなぁと思ってたら、サクッと取り切られて、と思って、どうやったんですかって聞いたら、普通に教えていただいたものになってます。はい、シンキングタイム終了です。まあ私自身もこの技すっかり忘れてたんですけど、10年ぶりの同じ方と相づきをした時に、偶然にも同じ配置になって、その時のことを思い出しました。では早速正解動画をお見せしましょう。こちらになります。フェッって感じですよね。まあそんなん知ってるよっている方もいらっしゃると思いますが、意外とこの技知らない人が多いんですよね。特にビリヤード歴浅い人なんかは知らないと思います。種明かしの方は最後の方でしますけど、勉強のため私の考えた方法をダメな順に紹介して、自分がこれを選んじゃったっていうのがあるかどうか確認してみましょう。はい、失敗で1になります。実際初心者の方なんてやってみるとこうなっちゃう人が多いと思います。まあ、ルールを知らない可能性もありますね。ダブルヒットになって、こちらはファールになります。はい、失敗例2です。次はちょっと頭を使ってダブルヒットを防ぐためにちょっと縦球気味でやってますけど、次が厳しいので意味がありません。まあ、ダブルヒットを防げてるんですけどね。まあ一番安全といえば安全ですかね。すごいマッセで出せるかもしれないんですけど、実際やってみたんですけど、まあ、スクラッチもありますし、そもそも入れが全然硬くなかったですね。はい、次はちょっと考えて縦球気味にダブルヒット避けようとしてますけど、一応ファールではないですけど、これは試合でやるとすごい恥ずかしいやつですね。はい、次は先ほどの失敗例の成功例になります。まあこの選択を現実的にする人は多いかと思いますけどね。はい、実際私がやってみてますが、やはり9番が厳しいので飛ばしてますね。まあクッションタッチだったら引っ掛けて入ったりもするんですけど、やっぱり穴が渋いんでね、外すと相手に穴前の球は残りがちな感じになると思います。はい、今回の成功例がこちらになります。はい、すいません、これだと全然わかんないですね。次でネタをばらします。こちらになります。わかりましたかね。ちょっとアップします。このように右手の人差し指と中指を立てて、強制的に球を一定以上出なくしています。これ慣れてくるとかなりの成功率になります。ここから本当に重要な注意点が2点あるので、20秒だけ聞いてください。1点目、このショットは真面目に骨折とかしてしまう可能性があるので、必ず練習をしてください。徐々に弱くから強くしていく感じです。あともう一つは指を2本にしてください。1本だとかなり危ない気がします。はい、注意点は以上です。あとはコツについて3つ説明していこうと思います。台のレールに当たる部分は指の根元ではない方がいいと思います。まあ関節の柔らかさとかによるんですけど、ちょっとクッションにしないとマジで痛いです。で、この動画のようにちょっと横にずらして上の方から覗き込んで、球出しがどこら辺になるかを素振りしてから本番に行った方がいいと思います。まあ私がやってみたところ、チョーク1個分ぐらいが、まあ、成功率が出せる限界かと思いましたけど、
実際どのぐらい使えてどのぐらい使えないかは実際練習してみないとわからないと思います。実際はね、なんか10分とか20分とか1時間とか練習しないと実践で使えるようなレベルにはならないと思います。でこの技が使える配置は限定されてますけど、まあ、ジャンプ球みたいな短い球を使ったりエクステンションつけた長い球を使ったりすると幅がちょっと広がるかと思います。ぜひ練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。